エラリー・ハーディング・クラークは19世紀終盤から20世紀初頭にかけて活躍したアメリカ合衆国の男子陸上競技選手。1896年アテネオリンピックの総幅跳び、総高跳びの優勝者である。また、オリンピックの陸上競技で総幅跳びと総高跳びの両種目を制した唯一の選手である。クラークは ハーバード大学の学生であった1896年にアテネオリンピックに出場するため大学を欠席する許可が与えられる。クラークは総幅飛びでは助走路に帽子を置いてスタート位置を確認しようとしたが審判からこれはプロが行うことだと言われ2度に渡り除去される。クラークは3回目の跳躍だけが有効な試技となったが6.35メートルの 記録は優勝するのに十分な記録であった。クラークはさらに総高飛びにも出場。1.81メートルの記録で2位のコノリー、ロバート・ギャレットの1.65メートルを抑え、この競技も優勝を果たす。彼はさらに砲丸投げにも出場したが、7人中5位から7位という結果に終わっている。クラークは国内の大会では総幅飛びも そう高飛びも優勝したことがなかった。彼は混成競技を得意とし、1897年、1903年の AAU 選手権で優勝している。クラークは、1904年セントルイスオリンピックの十種競技に出場する。しかし、期間支援のため5つ目の競技が終わった後、途中棄権し、彼のオリンピックは終了した。しかしその後も彼は、 競技を続け、国内の大きな大会で好成績を残し続けた。その後のクラークは、作家、弁護士、陸上コーチそしてボストン市議会議員などの職に就いている。ありがとうございます。